こんにちは、東進ハイスクールの村瀬です。さあ始まりました、ぶらり歴史歩き。以前なんですけども、まあ、特番として北と南を歩いたりしたんですけども、おかげさまで皆さんの好評が得られまして、なんとかレギュラー化させていただくことになりました。ありがとうございます。というわけで、私一人で歩くのもちょっと寂しいので、今回から月替わりでパートナーの方が来ていただけることになってるんです。その記念すべき第1回はこの方です。こんにちは、川岸優香ことぎっさんです。よろしくお願いします。お願いします。記念すべき1回目のパートナーは、テレビやラジオで活躍中のタレント川岸優香さん。ちなみになんか得意な分野とかあるんですか？私はね、うん、ビールめちゃくちゃ詳しいです。お好きですか、ビール？まあまあ好きですけどね、はい。じゃあ日本で初めてビール醸造が行われた場所は？アメリカ？日本で？あ、日本で、あ、そうか、日本。ちょっとあんまり深掘り、先頭とかでいいですか？はい、徐々に出していくんで。ちょっと最初に軽くジャブですけど、うん、はいはい、そもそも北浜って、うん、この地名の由来って何ですか？まあまあ字から想像したら、まあ、北側に浜があったみたいな感じでしか思わないです。他に何かあります？正解です。あ、すいません、答えてしまった。そうなんですよ。いやいや、あのほら、大阪に船場ってあるじゃないですか、うん、はいはい。あの船場っていうのが、うん、もう古くから大阪の商業の中心やったんですね、うんうん、その船場の一番北側にある浜やったから北浜っていう名前になってるんですね。ジャブすぎましたよ。すいませんです。ギシャさん、うん、北浜ってどんなイメージですか？いや、もうね、ビジネス街っていうイメージです。私はサラリーマンの人めっちゃいるなとか、 あと、まあ、ちょっとおしゃれなレストランがあるなとか、うん、それぐらいですかね、はいはいはい、ですよね、うんうん、だってこれね、本20年ぐらい前っていうのは、はい、これ週末になったらほんまビジネス街やから人がいなくて、はい、殺風景なとこやったんですよ。え、そうなんですか？そう。でも今はあの土佐堀川沿いに北浜テラスとか、おしゃれな建物いっぱいできてね、ね、はいはい、一気にね、うんうん、観光地にもなってるとこですよね、はい、ということで、まあ、今回は北浜をね、2人で歩いていきたいなと思います。この番組は東進ハイスクールの人気講師村瀬先生が古地図を片手に、今と昔の街を見比べながらぶらり歩き。今回の舞台は大阪北浜。レトロな建築物やビジネス街として知られる北浜の歴史や地理を紐解いていきます。大阪市内の主要道路、堺筋の浪花橋にライオンが鎮座している理由とは？そしてレトロ建築が多く残る北浜、空襲や地震に耐えた理由、建物に隠された村瀬先生も驚きの秘密とは？あ、知らんかったな。これの授業で使ってもいいですか？はい、さらに普段は入ることのできないこのお屋敷の正体とは？もう僕ほんま行きたかったとこなんですよ。中年のおじさんが一人で行くのはちょっとやばいかなっていうような、そんなとこで。それではぶらり歴史歩きの始まり始まり。まずは北浜駅近くをぶらり歩き。なんかやっぱ気になる景色とか建物あります？やっぱりこう見渡すときに中央公会堂がバッと見えたりとか、 あんな綺麗なね、もうレトロ感ある建物が残ってるのがすごいですよね。なんか今と昔が混在してる感じしますよね。そうなんですよ。ちなみにですね、うん、これが北浜の昔の写真なんですよ、はい、これが土佐堀川で、はい、雰囲気ちょっとやっぱり残ってる感じが残ってる感じしますよね。します、うんうんうん、でほら、小舟がいっぱい
使われてるでしょ、はい、だからやっぱりこの川が昔の大阪では重要な交通の役割を果たしてたんですね。ああ、じゃあここでこう行き来いろんなところ遠いところをしてたんですか、うん、今歩いてるこの橋ってよく通ります、うん、あ、めちゃくちゃ使いますねこの橋。そうですよね、はい、何和橋何橋って言いまして、これね、大阪の中では、はい、天満橋、うんうん、天神橋とともに三大橋って言われるぐらい由緒ある橋なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。水の都と呼ばれる大阪で、なにわ三大橋は江戸時代から多くの人々に愛されていたようです。その中の一つ、なにわ橋は土佐堀川と堂島川の2つの川をまたいだ全長およそ190メートルの橋。そして橋爪にはライオン像が配置されていて、ライオン橋の愛称で親しまれているんですが、このライオンが配置されているのにはある理由が。実はね、これ大阪って今でこそやっぱり人口とかで言うやったら東京や横浜に次いで日本で3番目の都市なんですよ、はいはい、ところがかつてはもう東京に人口もまた工業の出荷額も全然大阪の方が上で、大大阪って言われてた、そんな時代もあったんです。え、大阪に大がさらについてたんですか。さらについて大大阪って言われたんですよ。そんな大大阪の橋の中にも、ちょうど世界一と言われた観光地のパリにあやかろうぜっていうことで、はい、パリのセーヌ川って川にアレクサンドル三世橋っていうそんな橋があるんですね、はいはい、その橋にちょうどこのライオンがドーンと立ってる、それにあやかってここにライオンが建てられたっていうふうに言われてるんですね。そうなんですか。ただね、うんうん、このライオンにちょっと秘密があるのをご存知ですか。秘密？これ以上何かあるんですか。はい、2つ対になってますよね、はい、このライオンには日本のあるところに行ったらおなじみのものがあるんですけどね。え、日本のあるところに行ったらおなじみ、はい、口が開いている。ほうっていうことは向こうは、向こうは、え、閉じてるっていうことは、あるところにお参り行った時、はい、口が開いてるのと閉じてるのが2つ対になってあるもんあるでしょ。え、そんな狛犬ですか。その通り、正解。わ、すごい。だからこれ、あ、うんっていう、はい、そのちょうど口の形をあえてなにわ橋のライオンには変化つけてるんですよ。これよく見ないと多分気づかない人多いと思う。そうなんですね。実はなにわ橋のライオン、神社の前で悪いものを遠ざける守り神の狛犬を模しているんだとか。大阪の街を静かに見守っていてくれるのかもしれませんね。続いてはなにわ橋からすぐ近くにある大阪取引所の前へ。ここはもうご存知ですか。そうですね、目には入ってます。入ってますか、はい、目には入ってる。目には入ってます。そうですね、北浜といえば、はい、まあ、古くから大阪の金融とかの中心って言われてまして、はい、この大阪取引所ではいろんな先物取引であったりとか、はい、金融派生商品の取引なんかが行われてるところなんですね。あ、なるほど。ちなみにこの銅像、はい、ご存知ですよね。はい、まあ、見たことはありますね。大阪の恩人と言われる方なんですよ。恩人。恩人。じゃあ名前があるってことですもんね。当たり前やろ。これ銅像となってる人って、はいはい、西郷隆盛さん以降 あ、ね、あんまり知らない。ちょっと存じ上げなかったです。たくさんあるよ、はいはい、うん、数年前に朝ドラで、はい、朝ドラでディーン・フジオカさん、はい、が講演されて、はい、もうその朝ドラが終わった時にホニャララロス、ホニャララロスって言われたぐらいの人物なんですよ。だから全然覚えてない。そっか、私あんま見てなかったのか なこれね、五代友厚って言いまして、もともと官僚やったんですよ、はい、まあ、その方が転職して民間に降りてきて、いろいろ大阪の経済の発展のために尽力をされた方なんですね。あ、そうなんですね。五代友厚は大阪株式取引所の発足をはじめ、現在の大阪商工会議所の設立や造幣局を大阪へ誘致するなど商業の発展に尽力。
次の一万円札に描かれる渋沢栄一に並ぶ人物として東の渋沢、西の五代と呼ばれるほど時代を動かした人物なんです。仕事もできるのにお顔かっこいい、イケメン。そらディーン・フジオカしかないわな。ないです、ないですね。そう、めちゃめちゃかっこいいんですよ。一気に興味出てきましたもう悔しいな、仕事もできて、うん、男前、はい、どうせ言うねって話ですけど。ほんまですね。続いては北浜の東側にある高麗橋へ。ここに北浜が大阪の重要な場所だったことが分かる石碑が。これなんて読むか分かります？まあ、そのまま読むと、うん、里ほど原表石まあそうなりますわね。なります、なりますこれね、あの、うん、理帝原表跡っていうんですよ。あ、全部違った理帝ってなんか分かります？ちょっと全然聞きなじみがなかったですそうですね、はい、あの今で言うたら道路原表って言ったりするんですけど、はい、こちら見てもらっていいですか。明治時代に高麗橋東詰めに理帝原表が置かれ、うん、西日本主要道路の距離計算はここを起点として行われていた、うん、そう。だから要はこの街道をずっと京都の方に登っていったらどれぐらい距離ありますよ、はい、中国地方の方に行ったらこれぐらい距離ありますよっていう基準になってた点っていうのがここにあったわけなんですね。そうなんですか。そうなんですよ。今はもちろん違うところにね、はい、大阪の道路原表っていうのはあるんですけど、うん、かつては実はここ距離の起点になったところだったんですね。なるほど。ちょっとね、昔の、はい、高麗橋の写真見ます？見たい。高速、本当や、高速道路がない時代の、はい、そう、この橋かつては通行人が多かったんですよ。なんでか、これ昔の地図なんですね、はい、でここに高麗橋って書いてるでしょ。書いてます。この下に呉服屋さんあるでしょ、うん、はい、さらにその下に両替屋、はい、まあ、金貨を銀貨と変えたりとか、うんうん、その両替屋あるんですけど、あの三井ですよ。銀行銀行だけやないけど、まあまあ、はい、あの三井グループの創業であった、まあ、呉服屋さんであったりとか両替商であったりっていうのがこの辺りにあったんで、めちゃめちゃ実は昔は人通りが多かったそんな橋やった。なるほど。だから橋にも人がたくさん通っていたしっていう、だから昔の地図見たらね、ここに三井があったんや、あ、じゃあ人通りが多いんや、うん、あ、じゃあ起点になるんやっていう風に関連させておけばまた違った楽しみが出てくると。そうですね、ちょっと見比べて見ていきたいですね、はい、続いてはレトロ建築が多く残る北浜で2人がやってきたのは芝川ビル。昭和2年に建てられたんですが、なんと外観は当時のまんまなんです。そんな芝川ビルは戦後は事務所中心のオフィスビルでしたが、現在はバーやヘアサロンなどおよそ20軒が入居する人気スポットになっているんです。今回はその中からチョコレートショップのティカール・バイ・カカオマスさんへ。こんにちは。こんにちは、お願いします。どうですか？めっちゃテンション上がります、ね、はい、もうそうなんですよ。いや、このほらもう天井とか見られたら名残が。そう、これちょうどね、あの中南米のあたりに、うん、マヤ文明とか、うん、アステカ文明とかインカ文明なんてのがあったんですけど、それをモチーフにした装飾っていうのが入れられてるわけなんですね。あ、なるほど、すごい、すごいですよね、うん、ちなみにこんな歴史的な建物の中でお商売されてるってどんな心境なんですか？そうですね、毎日すごい、あの、皆さんに羨ましがられます。ですよね。はい、ここは、あの、芝川家の、あの、金庫がこの地下にあったんですね。この地下に？はい。で、貿易と土地で財をなされた方なんで、はい、ドキュメントが焼けちゃうと、うん、一銭にもならないっていうので、絶対壊れない、絶対焼けないっていうので、関東大震災で残ったビルを研究して建てられたのがこの建物なんですね。
ぱり先見の明があったんですね。そうですね。あとあの扉を見ていただいたら、はい、木に見えるんですけど、うん、実は鉄なんですね。で鉄と石でできてるっていう建物なので、戦争の時にあの鉄を集めていかれたので、そのまま置いとくと持っていかれたんですね。もう苦肉の策で職人さんが木に見えるようにっていうこと。うわ、めっちゃ面白い話よね。ねえ、鉄やったら武器とか作る素材として戦争中やったら没収されるんですよね。はい、だから木のような色を塗って、はい、ちょっとカモフラージュしてって、ちょっと触ってみてください。本当や、木じゃない、鉄ですね。鉄ですか。はい、ちょ、重い、重たい。本当や、お客様によく怒られるんです。どうにかしてください。なんでやねん。そうです。あ、知らんかったな。そうですか。ねえ、これの授業で使ってもいいですか。はい、すっかり建築に夢中の2人、チョコレートのことを忘れてませんか。ということで、一番人気のスコッチウイスキーが入ったチョコレートをいただくことに。生チョコですか。はい、その中にあの練り込んであります。はじめはふわっと軽い感じなんですけど、うん、中のチョコがめちゃくちゃ濃厚で、結構後からそのウイスキーの風味追ってきます。はい、うん、これビールにも合いそうですよ。うん、ウイスキーももちろん。村瀬先生は醤油が入ったミルクチョコレートを。外パリッとしてるんですけど、はい、中のこの濃厚な、うん、なんていうか、もっちりした食感、美味しいですね。ちゃんとね、醤油のふわっていう香りがちゃんと残ってるんですよ。あのチョコレートってやっぱり日本ではやっぱりバレンタインの時しか召し上がらないんですけど、うんうん、はい、でも本当に面白いので、はい、なんかいろんな方にあの、うん、説明しながら食べていただいたら嬉しいなと思う。うんうん、チョコレート愛あふれる。本当ですよね。話を聞きながら食べたらまたちょっと一味違いますもんね。ね、はい、続いて2人が向かったのは、ちょっとなんか風情のある建物見えてきてません？うん、見えてきてます。この建物なんですけど、はい、ズバリ何でしょう？うん、まあ一見見ると私的には、うん、まあ、お寺とか、まあ、資料館、はいはいはい、昔の歴史博物館とか、うん、なんかそういう感じがしますけどね。ちょっと行ってみません？行ってみます、行ってみます。これもね、もう僕ほんま行きたかったとこなんですよ。あ、そうなんですか。さすがにね、中年のおじさんが一人で行くのはちょっとやばいかなっていうような、そんなとこで。中年のおじさんが入るのをためらってしまう場所とは。正解が分かる場所があります。この奥にあるんですよ。いや、なんかね、うん、すごい趣のある建物だなっては思うんですけど、あれ、ちょっと行きますね。はい、え、こんにちは。何場所これ、ほら、え、さあ、何でしょう。え、幼稚園。正解。すごい。え、これみんなが遊ぶ運動場みたいな。入り口からこの中想像できます？はい、全くできませんでした。ここ愛秀幼稚園は明治13年に開園。なんと140年以上の歴史を持ち、現存している幼稚園として日本で2番目の古さなんです。建物は重要文化財に指定されており、遊戯室の天井は釘を使わずに角材を格子状に組んだ格天井と呼ばれる格式高い作りになっています。さらにお茶室もあり、園児らによるお茶会が行われ、日本文化を学ぶ場として利用しているんだそう。そんな歴史あふれる愛秀幼稚園の園長伊谷さんにお話を伺いました。重要文化財ならではのいいところであったり、はい、逆に大変なところって教えてもらえますか。はい、あ、そうですね、いいところはやっぱりこうすごく昔から大事にされてきて、うん、
子供も自然に古いものであるとか物を大事にしたりとかすることはあるかなと思いますね。効果あるよね。めちゃくちゃ大事ですもんね。ただやっぱり重要文化財なので傷つけてはいけないとかいうのはもちろんあります。はい、子供幼稚園の子たちに傷つけるないうの無理ちゃいますの。そうでも案外傷はつけないですね。自然にやっぱそういう風になってくるのが不思議なことなんですけどね。お行ガラス一枚割れたことないです、ね。はい、すごい。さらに園内は開園当時から園児たちのことを考えた作りになっているそうで、建てられた当初もその当時の保母さんが幼稚園の先生が設計に関わられたということで、子どもの動線をすごく考えて作られているので、まあこの段差がない、あ本当だ、お部屋からこの扉がなくってすぐに園庭に遊びに行けるというあたり、究極のバリアフリーっていうんでしょうか。うわ、建てられた当初からもうそこまで見越して、はい、だからまさに幼稚園のために建てられた、危険がすごく少ないなって私も思いました。そうそう、入ってきて、ただ冬は寒いんです本当に寒い、隙間風もね結構入ってくるんですけれども、それはもうしょうがないですよね、建物的には。ただ考え方によっては非常に換気が行き届いてるという、あ今の時代にぴったり、はい、換気ナンバーワンの幼稚園でございます確かにいいじゃないですか。そうですよね。最後に建物と同じく重要文化財に指定されている滑り台を体験することに。どうですか先生。この安全ガード信用していいですね。だいぶ早いですよ。なかなか寝転んで落ちてきた。ズボン大丈夫ですか。あの子供たち結構ズボンビリビリ破ったりする子いるんですけど、掃除しておきました先生どうでした。すごい真似しちゃいますけど今何も喋る滑り立てですもんね、よく頑張りました。先生褒めてください。先生が褒め言葉です。今回のぶらり歴史歩きはここまで。2人が巡った地図はご覧の通り、金融の町として発展してきた北浜の町の変化が見えてきたのではないでしょうか。次回は北浜のビジネス街とは違った一面が。それではまたお会いしましょう。